ームショップでバイト始めたはいいけどさ、この店全然お客さん入ってこねえな。いや今年 PS5 とかも発売されるからお金貯めたいんだけど、これバイト代出してくれんのかな。ちゃんとね。いらっしゃいませ、ゲームショップ刑事チャンネルへようこそ。どうぞこちらへ。とかやっちゃうとかやっちゃう、もう勝手に俺がこの店乗っ取っちゃう。乗っ取いらねえよ、こんな客入ってこねえ店いらねえよバカ野郎なんつってこれ。おーびっくりした。いつからいたの。いらっしゃい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、どうぞゆっくり見てってください。いつから見てたの。俺が一人でベラベラ喋ってるのいつから見てたのさ。ジェラードンのモノマネをしてるところから見てたってしてねえし、俺そんなしてねえし。俺ジェラードンのモノマネって、ここはあえてジェラードンのモノマネさせていただきますよ。やってねえじゃん、俺やってねえじゃん、そんなことさ。ね、今俺が喋ってたのできれば店長には内緒にしといてほしいな。お願いできるね。で、今日は何ゲームでも探しに来たのかな。あ、夏休みだから。そうだよね、夏休みといえばね、思いっきりゲームができるもんね。あ、そっか、でもみんな結構夏休みの期間短かったりするのかな。ね、え、あ、だから短い期間でどんなゲームをやろうか吟味しに来た。わかるわ、やっぱりね、いつもだったらね、何でもかんでも買いたいところだけど、時間が少ないとなるとね。いやでもいいゲームいっぱいあるんだよね。っていうことで今日はじゃあ、そんな短い夏休みにぴったりなゲーム、もしくは大人の方も含めてね、いつもだったら、お盆休みとかでね、まあレジャーに行ったりちょっとね、里帰りしたりしてたところだけれども、今年はそれすら自粛する人もいると思う。そんなタイミングにゲームってぴったりだよねっていうことで、大人にも子供にもおすすめのゲームを紹介していくので、よかったらね、参考にしてってみてほしいな。いやでも山ほどある。どうしよう、どのゲーム紹介しようかな。じゃあまずこのゲームなんかはどうかな。13騎兵防衛権。このゲームね、僕も今遊ばせてもらってるんだけど、めちゃくちゃ面白いよ。そしてこのゲームね、評価もすっごい高いゲームなんだよね。どんなゲームかっていうとね、うわ、これ説明するの難しいな。怪獣が襲ってきて世界が崩壊しちゃうんだけど、そこに抗う、立ち向かう13人の少年少女たちの物語。この説明じゃ薄っぺらい。のんのんのん、このゲームとにかくね、ストーリーがめちゃめちゃ練り込まれてて、すげーよくできてる。ゲームやりながらわーわーわーってなること間違いなしなんだよね。ゲーム自体は13人の少年少女たちのそのストーリーを追っかけるアドベンチャーパートと、怪獣たちと騎兵って呼ばれるメカに乗って戦う戦闘パートと分かれてたりする。まあ、戦闘のパートはシミュレーションゲームになってるんだよね。これもまたちょっと変わっててね、今時のゲームだからさ、ロボットでさ、怪獣とドカンドカン戦うのかと思いきや、なんかアイコンみたいなね、マークで戦うっていうちょっと一風変わったシステムなんだけども、これもまたすごいやり込めて楽しいんだよね。まあ何よりでもアドベンチャーパートがすごくやっぱり印象的で、 2D のグラフィックですっごい丁寧に描かれてるし、話を見ててもめちゃめちゃ楽しいのさ。少年少女の物語っていうと、僕みたいなおじさんは子供たちの物語だよねって思っちゃうかもしれないんだけど、全然そんなことなくて大人が見てても楽しいです。ストーリーの進み方は断片的になっていて、どこから進めるかはある程度自分で決めることができて、その断片的に描かれるストーリーがどん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 収束していって、物語の謎みたいなところに収束していくのはめちゃくちゃ面白かったりしますよ。ゲームをやりながら、あの謎はこの謎はこの物語はどうなっているのかななんて考えながらやるのすっごい楽しい。この謎を含んだストーリー部分が次またゲームしたくなるっていう思いをすごく強くかきたてる非常にいいゲーム作品なんで、ぜひね、多くの人に一度手に取ってもらいたいゲームだななんてちょっと思ってます。キャラクターがね、めちゃくちゃ魅力的なんだよねっていうことで、13騎兵防衛権激おすすめなんだけれども、そうだね、他にあるとしたら、まあこれかな、ホライゾンゼロドン。これね、このゲーム結構何回も進めてはいるんだけれども、やっぱりね、オープンワールドゲームの代表作品といえばこれが出てくるんじゃないかななんていうふうに思ってます。主人公アーロイが世界の謎を解きながらあっちこっち駆け巡って、そして機械獣って言われるでっかいね、機械のね、この獣みたいなのと戦ったりする、とにかく大迫力。ゲームプレイしながらゲームの画面見て、うわー綺麗な場所見つけたなーなんて思いながら旅するのはやっぱりオープンワールドゲームの醍醐味だよねなんてね思ったりもするんだけれども、
それだけじゃなくてアクション部分のすごい楽しさっていうのがこのゲームにはあるので、遊んでない人にはねぜひ一回手に取ってみてもらいたいななんてちょっと思ってたりする。 PS プラスだったらねたまにセールやってたりしてすごい安く買えたりするし、最近ねもうちょっとしたらあのパソコン版でねホライゾンゼロドーンがねまた発売されるんだよね。パソコン版出たらまたもう一回遊ぼうかななんてちょっと思ってるんで、ホライゾンゼロドーンはすごいおすすめだったりする。あーでもあれか、ちょっとこのゲームはメジャーすぎてもうすでに遊んだことあるっていう人も多いかもしれないね。じゃあこれとかどうかな、コントロール。このゲームも去年のゲームアワードで非常に高いその評価を得てたゲームだったりするんだよね。基本的には大きいビルの建物の中をあっちこっち行ったり来たりしながら敵が現れてはドンパチするっていう、そういうゲームなんだけども、このゲームのすごいところはいくつかあって、一つはそのアクションの部分の手触りがすごく動かしやすくて楽しい。打ち合いも楽しいんだけれども、超能力を駆使してなんかでっかい瓦礫とか敵にぶん投げたりして戦ったりするんだよね。最終的には空も飛べちゃったりするんだけれども、そういう風に打ち合いとか瓦礫の飛ばし合いしてると周りの壁とかバン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 なんかねぶっ壊れていくんだよね。その辺に置いてある山積みの書類とかバッサーって紙が舞ったりなんかしてさ、バトルの迫力がすごかったりするんだよね。そしてこのゲームのねもう一つのいいところがSCP っていうものを題材にしたゲームになってるんだよね。SCP っていうのは架空のなんか超常現象的な物語をファイリングしたようななんか変な財団があったりするんだけれども、それも架空の財団なんだけどね、それをベースにした物語になっていて、正直ねゲームのストーリーはほとんど何言ってるのかわからないまま進行する場合が結構多いかもしれない。だけれどもその SCP っていうのが一体どういうものなのかっていうのを理解した時にだんだんね、まあなんだろう、ビルあっちこっち歩いてるとその辺にね書類が落ちてたりする、読める書類があったりするんだよね。その書類を読んでにやりとしたりできるかもしれないね。その読んだ書類が何かのゲームのヒントになってるなんてことは特になかったりするんだけれども、その SCP っていうねよくわかんない世界にちょっとだけ引っ張り込んでくれそうなゲームかもしれない。まあ人を選ぶゲームではあるかもしれないんでね、ちょっとね悩ましいところではあるんだけれども、評価されるゲームにはそれなりにやっぱり理由があるので楽しさっていうのは間違いなくあるんじゃないかななんて思ってますけれどもね。ちょっとマニアックすぎたかなちょっとマニアックすぎたかな。じゃあこんなのどうだろう。僕はね難しいゲームっていうのが結構大好きだったりするんで、このゲームをねぜひねちょっとね軽くおすすめしてみたい。コードベインね、まあ俗に言う死にゲーっていう部類のゲームになると思うんだけれども、死にゲーってねすごくねなんだろう、フォトリアルでダークな雰囲気のものがすごく多かったんだけど、このゲームはアニメ調で描かれていて、まあちょっとダークファンタジーな世界観ではあるんだけれども、ちゃんとねなんだろう、胸熱くするようなストーリーがうわーって展開してくれるので割ととっつきやすかったりする。で死にゲーって難しいんでしょなんて思うかもしれないんだけど、このゲームは死にゲーの中でも割ととっつきやすくって、常にね仲間と同行することができるんだよね。仲間がいれば強敵とだって戦えるさっていうことで、難しいゲームの達成感みたいなものを味わってみたいなって思う人には結構いいのかもしれない。ただそれでもやっぱり死にゲーとして作ってる以上難しいところもあったりはする。でその難しさっていうのがなんだろう、すごく練り込まれてるわけじゃないので、なんだよちょっと腹立つなって思うところもあるかもしれない、あるかもしれないよ。でもねそこを乗り越えた時の達成感っていうのはねいいかもしれないね。腹立つゲーム進めちゃダメかなでも死にゲーってちょっとやっぱり紙一重な部分あるよね。全然クリアできなかったらやっぱりイライラもするし腹立ってくるっていう時もあるかもしれない。そこをね工夫なんかで乗り越えた時の喜びみたいなのがねすごく大きかったりする。で、まあ、もしねその難しいゲーム、死にゲーの中でもそのとてもよく練り込まれたものが遊びたいっていうんであれば、ダークソウルシリーズはとてもおすすめ。ダークソウルとダークソウル3は僕両方とも遊んだんだけど、実はダークソウル2って僕まだ遊んだことがなくて、今年の夏ダークソウル2を遊ぼうとしています。というわけで、まずはねダークソウルリマスタードが僕の中では一番いいかななんて思ってる。僕はよくねこのゲームを人に勧めたりするんだけれども、なんでかっていうと、まあ、難しいゲーム好きだから難しいゲームを勧めてるだけじゃなくて、このダークソウルリマスタードってゲームにおける自由度っていうのがめちゃくちゃ高くって、もちろん初めてこのゲームをプレイするときは
ただただ強い敵、ただただ強いボスに四苦八苦しながら、ヒーコラヒーコラ言いながらちょっとずつゲームを進めていくので精一杯かもしれない。ひょっとしたらそれにギブアップして途中でゲームをやめちゃうかもしれない。でももしもそのまま頑張ってゲームをクリアまでできたのであれば、次もう一度ゲームをするときに全然違う世界が見えてくるんだよね。それはゲームに慣れたから簡単に感じるとかそういうものではなくて、このゲームをどう攻略するかの自由度の高さっていうのがすごくあって、ゲームはある程度自分の行きたいところから攻略していくこともできるし、最初だったら絶対行かないような難しいエリアに足を踏み入れて強い武器を持って帰ってきて、その武器でバシバシ敵を倒し始めるとか、そういうことも2周目以降から可能になってくる。武器や魔法といった攻撃手段もめちゃくちゃ多彩で、1周目遊んだ時にはうわこの武器絶対使わねえななんて思ったものも、2周目以降ゲームの遊び方を分かったんであれば、この武器って使い方変えたらめっちゃ強いんじゃないなんていうところを見つけていったりして、とにかくね、遊びながら発見しながら、もしくは調べながらどんなことができるのかっていうのをね見つけて何周もする楽しさっていうのがこのゲームにはあるのかなと思ってる。だからね、ゲームの敵としてはねほぼほぼ完璧なんじゃないかなって個人的に思ってるのがこのダークソウルリマスタードだったりするので、めっちゃ難しいしね、なんなら最初のボスにずっと勝てないままもう嫌になってやめちゃうっていう可能性もあるかもしれない。だけどそこに挑戦する勇気がある人はぜひ遊んでみてもいいんじゃないかななんて思ってます。なんか 3D の似た感じのゲームばっかり紹介が続いちゃったね。ちょっとね、趣向を変えてこんなゲームもどうでしょうかね。ブラッドステインド、リチュアルオブザナイト。このゲームね、悪魔城ドラキュラのシリーズの開発に関わってた五十嵐さんっていう方が作ったゲームなんだけれども、横スクロールの探索型アクションゲームになってるんだよね。俗に言うメトロイドバニアって言われるゲームだったりするんだけれども、ね、悪魔城ドラキュラとか、まあそういうゲームだから、ゲームのあり方自体はめちゃくちゃ昔からあるベーシックなゲームシステムであるものの、グラフィックは 3D にしてあるし、ゲームの中でのキャラクターの強化、育成、武器の種類、めちゃくちゃ豊富で、今現在あるメトロイドバニア系のゲームの中でも最高峰の出来と言ってもいいかもしれないレベルのゲームになってる。インディーゲーながらも世界で100万本売れたゲームだったりするんで、こういうシリーズのゲームが好きな人たちにいかに受け入れられてきたのかっていうのがわかるよね。主人公ね、すごい可愛い女の子だったりするんだけれどもね、装備によってはね、外見のカスタマイズとかもできたりするし、魔法とかを獲得したり強化したりするのに敵を何回も倒せなきゃいけなかったりするようなやり込み要素とかもあったりするんで、かなり万人に受けるゲームなんじゃないかなって個人的には思ってるんだよね。まあそもそも 2D のゲームが嫌だっていう人にはちょっと難しいかもしれないんだけれども、 3D のゲーム7割、残り3割を 2D のゲームみたいな感じでさ、いろんな味のね、ゲームをね、遊べるようになるとすごいね、楽しいんじゃないかななんて個人的には思ってる。ブラッドステインはね、すっごいおすすめだったりします。さて、というような感じでね、いくつかおすすめしてきたんだけれども、ここからちょっと大人な時間に入っていこうか。セロ Z、Z 区分のゲームなんで、18歳以上のみ対象のゲームになってくるんだけれども、大人の人がね、まあこのお盆休みにぜひ楽しんでいただきたいゲーム。まあ今までお話ししたゲームも大人が遊んでも全然楽しかったりすると思うんだけども、まずはこのゲーム、ラストオブアスリマスター。このゲームは世界中で超高い評価が下されているものすごいゲームだったりするんだけれども、このゲームは寄生菌のパンデミックによって崩壊した世界になっているんだよね。まあ俗に言うそのゾンビが広がった世界なんだけども、ゾンビって言っちゃうとこのゲームの中ではちょっと違うので、まあ正確ではなかったりするんだけども、ゾンビ的な世界っていうと多分伝わりやすかったりする。とにかくこのゲームのすごいのはストーリー。ゲーム開始30分から40分のオープニングをプレイしただけで、みんなの心は絶対わしづかみにされること間違いなし。とても大人なストーリーが描かれていて、単純なヒーローものとか見た後に爽快感すっきりって得られるような、そういう物語ではなくて、プレイしながら自問自答したくなるような、ずっしりと重くのしかかるようなストーリーが展開される。そんな重たいテーマのゲームが世界中で絶賛されるっていうのもめちゃくちゃすごいことだなと思う。それだけにゲームのクオリティもすごいし、重たいテーマながらもストーリーの描き方はものすごく丁寧に描かれているし、ハラハラするようなゲームのストーリーと、ゾンビみたいな敵を倒したり、
ゾンビ以外にも人間と戦ったりもするんだけれども、そういう手に汗握るゲームプレイのその2つがめっちゃ融合して、ゲームをクリアし終わった後には放心状態になること間違いなし。ゲーム自体はね、ちょっと古めのゲームではあるんだけれども、今なお色褪せない名作として遊んだことがない方にはぜひ一度遊んでもらいたいなって思ってるゲームだったりします。そしてそのゲームをプレイした暁にはぜひこのラストオブアスパート2、今年出たばかりのこのゲームもぜひ遊んでみてもらいたい。ゲームのクオリティ非常に上がっていて、今現在発売されているゲームの中で言うとクオリティはトップなんじゃないかなって個人的に思ってたりします。その代わりラストオブアスリマスタード以上に重く辛いテーマがのしかかってきます。プレイする人を何度も何度も苦しめてくるかもしれません。このゲームの評価は真っ二つに分かれていて、絶賛する人と拒絶する人二手に分かれる物議を醸すゲームとなっております。現在体験できるゲームの中で最もすごい体験ができるゲームはこのラストオブアス、そしてラストオブアスパート2、この2つを合わせた時なんじゃないかなと思ってる。ぜひね、夏のお盆休みの時間のあるうちにね、ラストオブアス、ラストオブアスパート2遊んでみてくださいとここはもうね、必須科目としてぜひやってほしいなと思ってます。さあ、そんなわけで、ね、あらかた出し切ったんだけれども、もう一本、これもね、絶賛私今遊んでる真っ最中のゲームなんですけど、ゴーストオブツシマ、これはね、日本を舞台としたオープンワールドゲームとなっております。鎌倉時代、モンゴル帝国が攻めてきた元寇を舞台としたゲームになっていて、まあ、オープンワールドの最高峰ってさっきね、なんかホライゾンゼロドーンを紹介してたりもするんだけれども、そこに並ぶかもしくは超えてくるかもしれない逸材のゲームだったりします。そんなすごいゲームがね、日本を題材にしたゲームだったりするなんて、なんてすごいんだろうってちょっと思っちゃいますよね。このゲームの凄さは、景色がまずものすごい。どこに行っても美しい景色が待ってます。そして、刀で切り合うその戦闘がね、ものすごく手に汗握るし、爽快感もあるし、時代劇の剣劇アクションをものすごくそのまま再現したような大迫力のバトルになってるんだよね。広いゲームの世界を、綺麗な景色を眺めながら、いろんなところを探索し、いざ戦闘が始まったらドキドキする。たったこれだけのことでゲームってなんて楽しいんだろうって思えちゃうゲームらしいゲームとなっております。実際にプレイしてる人たちからもめちゃくちゃ評価が今高いゲームとなっていますし、最近本当に発売されたばっかりで、ちょっと前までね、売り切れでどこにも手に入らなかったようなゲームだったりするので、ね、もしお店でね見かけたらぜひ買ってみてもいいんじゃないかななんて思ってます。たっぷり遊ぶのにおすすめだったりしますよ。さあ、どうでしょうかね、いろいろね、紹介してきたんだけどね、まあ、こんなゲームとかもあったりする。おー、違わないけど遊んでいいよ、あんままね、全然遊んでもいいと思う、全然遊んでみなね、まあ、別に今回はここでちょっと紹介とかはしないけども、あんままねで、あまま ねバカ野郎ってバカ野郎この野郎って、なんかね気に入ったゲームあったね、ゴーストオブツシマうちにもね今並んでるから買ってくダウンロード版で購入するからいいですって。あ、だよね。今ダウンロードで買うもんね。ありがとうございました。今日の一言。夏休みやお盆休みをね、ゲームで楽しく過ごしてください。でもちょっとぐらい外に遊びに行きたいよね。